ですね、現状を確認しますと、今日のプレイ方針なんですが、まず今日の私は微妙に調子が良くない。だったらやめろって？そんなことを言う人はね、何にも分かってないんだぜ。調子が悪い。でも、先が気になるゲームはその程度ではやめられないんだな。当たり前じゃないですか。それですぐ休めって言ってる人とは永遠に分かり合えないね、わしは。というのも、あれですよ。楽しみにしてるゲームが一日遊べないことのストレスが勝る。勝るくんです。なのでやる。そして、なので、そうですね、調子的には、なんだっけ、ジェリコだ。ジェリコを、探しに行った時のあれと同じぐらいかな。まあ、なんとかなるでしょう。自覚があるからな。で、今回の、そう、プレイ方針なんですが、世論が大変まずいことになっておりまして、世界観的に世論が敵対のままだと、なんか生き残ったやったと思ったら全員皆殺しスクラップエンドがあり得るので、そこを避けるために今回は命を捨てようとも世論を上げに行きます。どうせ皆殺しにされるよりはマシだという判断で。なので全力で世論を上げれるなら上げます。テレビは絶対に見ない。テレビを見たら世論がなぜか下がるからな。よくわかんないですからね。では、行きましょうか。誰からだ？あー、カーラか。開幕カーラはハードモードだろう。よいしょ。え？誰？アリス家族。これはいい。ルーサー中立。マジで？仲良くないの？一晩を共にしただろうが。いきなりか。そういえば前回の、なんだっけ、愉快な人たち。今なんか一瞬反応したか。ピピって音鳴ったか。あれか。いますね。どうも。どうも。すみません。こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ。帰ってくれ。マジかよ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズ。Hey, Rose. どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？もしかして、いや、どうだろ来なさい。中で話しましょう。う、この人も、まき割り専門のアンドロイドだったりするか。怖いな、見分けつかねえもんな。斧調べて持っていくとかなくてよかった。信用して平気か？信用しましょ用心しましょう。う、え、信用するっつったのに。危険を感じたら。まあ今までいろいろありすぎたからすぐに逃げる。いい。わかった。入って。お邪魔します。今度は普通の家だから。でもさっきの、あれ？さっきの、ああ、よかった、男いた。お名前は？アリス。ひどい熱ね。マジかよ。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してアあダげム。て。この人怖いんだけど。調べ物はあるか。私は何をすればいいんだい。アダムについていく。
調べ物はあるか。怖いな。だってさ、カーラの回って毎回戦闘なんだもの。ふかふかのベッドだぜ。他に何か調べるものはないな。よしよしよし、靴を脱がしてあげよう。とりあえず着替えようぜ。階あるか？そこら辺まで徹底したサービスをしないと、また風邪をひいちまうぞ。致し方なしか。こうしてみるとな。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。ゆっくり休んで。元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。誤解なんだよ。きっと誤解されてるの。時間が経てば私たちのことも理解してもらえる。お話しするだけじゃダメなの。きっと分かってもらえるよ。私には分からないの。何が好きかわからなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきた。おお、オリーブオイルだけじゃない。元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。めっちゃ早く作ったな。やるじゃん。これは洗濯しておくわね。とりあえず食べな。何か食べないと。家を出てから食べてないでしょ。食べてくれる？ちょっと下に行ってくるわね。目離していいのか。カーテンを閉めよう。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。とりあえずカーテンを閉めておきましょう。ローズとお話か。そばにいるよ。お、ルーサー頼むぜ。調べ物でなんかあれなんだよな。油断ならねえからな、ほんと。何も食ってない、凍えてる割には服とかが着替えてないしで、アリスちゃんもアリスでタフすぎんのよな。あなたの名前は？スティーブ。カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ブラウツ。ほら座ってカーラ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？父親が虐待を、殴られてる姿を見て突然目が覚めたんです。自分を犠牲にしてもあの子を救わなきゃって。あの子を守るために逃げ出したんです。そうだったの。普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？ここも大事かもしれない。私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。とりあえず感謝を。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。え、話終わっちゃったよ。まあいいか。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。
それにあのアンドロイドの生命のせいで任せ。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも、あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです、うん、国境を越えないと何があろうと。お願い助けてください。ローズ来てちょうだい。え、どうしたんだ。このままだとこっちの結末に世論が影響しそうだな。どうしたんだよ。一体どうしたの。メアリーがシャットダウンした。え、一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい。ここにも RA9 が。でもそっとしておきましょう。ここの RA9 は少し違う。おい、大丈夫か。アリス、どうしたの。寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。おいでアリス。お、落ち着いたみたいだ。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか。いえ、平気よ。ローズに会う。危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする。確かに刑務所行きだぞ。え、分かってるのか。刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。気にしない。実際機械なので。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。わかる。悪い子だったらとっくにスクラップだぜ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。でもアンドロイドにはさ、あれだよね、わかるんだよな、どこにいるのかとか。ってなったらこの場所なんてとっくの昔に。ってことはこれ警察が来るって言ってるようなもんじゃねえかよ。本はどうでもいい。調べられるものを調べておくべきだ。テレビはつけるな。テレビだけはつけるな。
アダムの父親。ブルーブラッドの袋。これはやべえでしょう。見つかったら即終わりよ。アダムを一人にするってどういうことだよ。やべえだろ。なんか怖くなってきた。ちょっとゲームをあげます。失礼。ただの機械だと思ってるんでしょ。でもアリスに出会ってから感情が芽生えたの。大切に思ったり心配したり、あの子を幸せにしたいの。うまく説明できないけれど、でも音を上げたら不気味だから私の方は音を下げよう。ちょっと聞こえづらかったから上げたんだけどダメだわ。雰囲気出すぎてやべえわ。え？警察だ。警察？警察が来た。おいおい。どうしたらいい？全部バレちまうぞ。ドアを開けないと。いつかこうなると思ってた。言っただろ。変異体の痕跡って？あとなんだよ。アリスを連れて2階に。2階行こう。アリス、いいのか？ちょっと待って、サクッと決まっちまった。変異体の痕跡って、やばい。1個残ってんの。あなたがうろたえたらバレるわ。面倒はごめんでしょ。お母さんがそんな流暢な話をしてる場合じゃねえんだよ。なら落ち着いて言う通りにして。あと一個どこ？私か。今話したせいで時間なくなったじゃん。ゼロって書いてんだけど。17秒ある。考えろ。服を脱がしたら、そこは閉めてから2階行けばいいのか。自分、やばい。もう時間がないんですよ。
れだ。ああ、こんばんは。お邪魔してすみません。アンドロイドの服見つけた、乾かしてやがる。見つけたのに。このところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。入っても？もちろん。こんばんは。こんばんは。コーヒー入れましょうか。ぜひ。何か。変わったことはありませんでしたが、突然の訪問者とか。いえ、特にありません。お二人の他に誰か。あの、私の娘が今2階で寝ています。お宅にアンドロイドはいますか。いえ、アンドロイドはいません。これから見つけられちまう。回収はもうできねえな。すごいドキドキするんだけど。娘はいるって言ったからさ、ほら見ろよ、服見ろよ。嘘はついてねえぞ、服見ろよ。ほら、うん、お嬢さんが起きたようですね。君の名前は？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アンドロイドが。疲れてるんです。一日中庭で作業してて。ちょっと待って、すっかり忘れた。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ。いえ。見たことはありません。あ、もう行きます。コーヒーは結構。あ、なんだ、いらない。おやすみなさい。入れなきゃいけないって今更ながらに思った。前回の見張りと一緒だな。誰かいるんですか。洗濯機があった。ああ、あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。それじゃあお邪魔しました。 RA9 の右のところに。失礼します。入り口付近にあっただろう。おやすみなさい。てめえにやるコーヒーはねえ、アバよ。戻ってくんだよ。おいだ、早戻る、まだ早。はいはい、大丈夫よアリス。ああ、よかった。もう平気だから。ローザ、出発する準備を。ああ、ドキドキした。今夜出ましょう。なんで命狙ってくるやつにコーヒーを譲らなきゃならないんだ。そうだよ。ああ、こういうのあんだな。いやでも見てたんだけど表示なかった気がすんだが、あれか、サーチする必要がないものだからか。ああ怖。警官は立ち去ってないパターンがあるな。立ち去らなくてその先に何があったんだろうなぁと考えるだけで恐ろしくなるね。震えてくるね。はあ、音ちょっと、もうちょっとだけ調整しよう。
ニュースで俺たちのことが話題になってる。注目の的だぜ。あんなやり方じゃ甘いのよ。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。暴力じゃ解決できない。交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。サイモンが犠牲になった。このドキドキのまま。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた第一人者になったの。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば、命をかけられないならあんたに自由を得る資格なんてないんじゃない。のそれ以上やめろ。落ち着け。世論が大変なんだよ。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。というか前よりちょっと設備良くなってんな。どうするつもり。ただですね、サイモンの死は英雄的な死という演出をしないと士気が下がっちまう。だけどこれ以上の犠牲は、いや犠牲を払ってでも世論を。市内にあるサイバーライフの店は5つ、仲間が商品として売られている。はい。これから店を襲って解放しよう。店を襲う。そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする。5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。殺しはなしだ。警察が来る前に店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。そして終わる。